ではこんにちは、今生命保険の見直しでお悩みの方が非常に多いということで、私のもとにも相談が来ておりますので、私長野さんがどういう形でお客様に相談しているかというのを、一つご案内したいと思います。その前にちょっと私の経歴等をお話ししておきたいと思います。私、平成17年まで、クレジット会社にいまして、お客様の家計というものをデータを通して見てきました。で、まあ、お客様ですね、いろんなお客様当然いらっしゃるんですが、データを通して家計というものが非常によくわかります。無駄遣いの多い方、買い物が好きな方、まあ、倹約した方、いろいろいらっしゃるんですが、そこでやっぱり家計というものが非常に大事だということが、そこでわかりました。で、今、ファイナンシャルプランナーということで独立いたしまして、家計というものに関わっているんですが、やはり一番の問題がですね、まあ、皆様も関心が高いんですが、保険の見直しということになっています。私今業務として、まあ、保険の見直しを中心として運用であったり、家計のそうですね、やりくりのやり方とかそういったものを中心にやっているんですが、まあ、ここでは保険の見直しということに絞ってお話をさせていただきたいと思います。